でもあのペイちゃんの水口の手配も見て、うん、あの一品短期抜けたのかもしれないですね。なるほど、はい、さあというわけで素晴らしい選択、はい、好調な滑り出しを見せた朝倉が親番続行です。あれね、ハクポンしてペイ切ったぐらいでね、いいピン止めてたら麻雀にならないですからね。大島も今の報酬はもう致し方ないということでね、切り替えて打ってほしいですね、はいはい、さあトーン一曲一本場は親引き続き朝倉ドラがハクです、はい。ちょっとでもポンするとき一瞬遅かったですよね。うん、多分泣いていいのかなっていうような迷いだったかもしれない。ちょっと待ってください。またヤクヤク、はい、はい。ちょっと待てよってことですか。ちょっと待てよ、はい、今回はちょっと統一系の手も見えますね、はいはい、今のはキムタクです。はい、あ、自分で説明しだしたら終わりです。ありがとう。お笑い特権で自分で説明したら終わりって最後に言われますよね、はいはい、今矢島さんが終わりました。終わりました、はい、僕はもう今日はこれで終わりです、うん、はい、上がりました。さあチュン統一なんですよね。チュンの統一で小字牌なんですね、はい、パンワンね、何ペイ重なったら本一のターツが足りるんで、うん、パンワン切ってもいいかなって感じでしたけど、はい、まあちょっと先にペイ切るとぼかせるんでね、うん、まあいろいろ人生いろいろというか、はい、はい、女もいろいろですね。はい、これでパンワンになりそうですね、はい、はい、さあトイトイもあるか、はい、ただローワンなんでね、なんかローワンを泣けるっていうよりはなんか本一に行った方が早そうですね、はい、そしてドラドラ、はい、はい、相川がドラのハクを統一にしましたね、はい、水口はちょっと形が良くないですよね、うん、おお、これはスワンコも見えるんで、とりあえずなんと、なお2枚切れですからね、うん、はい、どっから泣いていくか、ウッパーピンが薄くなりました、はい、うん、お、嬉しい、嬉しいけど想像が伸びてくる形、単品ですかね、うん、急走切って三差も一応ということで、うん、うん、これは切りますか、これはどうする、うん、なんかチートイツの一応イシャンテムでもあるんですけど、あ、感した積極的に感しました、初難関が入りました。シンドラは数層です、うん、ニューユカリ、はい、ね、急走がちょっと安全っぽいので、はい、悩んでますが、初ポンしてチュンポンして数ピンとか切られると結構怖いですよね、はい、ああ、うん、大島はこの箱はドラです、全くいらないですね、はい、はい、切るとそうそう、はい、今回はアイカーがポンをします。ハクドラさんが確定しました。イシャンテンからイシャンテンですけどね、はい、ドラも漫画も確定します。役もできるんで、はい、はい、急に場が、はい、はい、沸騰しました、はい、これはぶつかりますね、ぶつかりますね、そうですね、水口も新しいドラの数層が乗っているので、これはぶつかりますね、はい、ぶつかりますね、普通のことをなぜそのトーンで言うのか、なんか、なんかのネタですか、いや何のネタでもないんです、もう分からないんですよ、うん、僕も一時期それを言ってたんです、リアルかな、ああ、そうなんですね、そうそうそう、説明しだしたら終わりですよ、そうそうそう2回連続終わりましたね、はい、3回終わったらもう人間が終わるとか、はい、さあそして大島がこれちょっと頭ができて、はい、そうですね、裾がドラになったんですね、先ほどの勘で、はい、ただまあ出ていっても裏ドラがね2枚めくれますから、うん、まあそこはもうそっち優先しますか、そう、うん、して今悩んでるのはリャンソとパッソのポンテンを取るかだと思います、うん、はい、まあ、怖い人がいるんで先に上がっとこうっていうのもあります、ね、うん、リャンはいいワン切るのは決まっててってことか、はい、そうですね、はい、泣くかどうかを考えるってことですね、はい、パワーワンはつもぎり、うん、このローピンはめちゃくちゃ泣かれそうですけど、うん、泣きました。さあポンが入りました。あれ、あ、ポン入った、はい、あ、そうだ、これポンでした、はい、ポンですね、これでイーシャンテン、トイトイのイーシャンテンですね、チーって言ってたらあれですね、はい、バレちゃいますね。さあそしてドラを切ってリーチしたのが大島、間違い一数ピン、はい、一数ピンは3枚ですかね、はい、場に1枚と手牌に2枚ずつで、そうですね、はい、これいくんじゃないですかね、マンガンテンパイ、うん、ドラを大島は多分ほぼ持ってないんですよね。さあウーワン短期に受けたのが相川、はい、持ってて1枚ぐらいと、はい、一応チーワンとかの安全度でチーワン切りましたね、一発で補充するとね裏一漫画の可能性高いんで、はい、さあ一スピンは3枚、はい、3枚、そうですね、はい、でウーワンが残り山に1枚、はい、これは結構買えそうですね、うん、ウーワン怖いですけど、ただパワーが場に3枚出ている、はい、チーワンかなり良さそうに見えるんで、はい、上がりたいんだったらウーワン切って、はい、ちょっと安全に行きたいんだったら行きましたね、さあ行きました、はい、この順目が早いんで、うん、もう今上がり優先で日和らずにってことで、はい、ウーワンとか見るとこのパーピン
切れないです、切りたくないですね、インシャンテンとはいえ、じゃあうちはちょっと、あでもノーチャンスなんだ、はい、ごめんなさい、ノーチャンスなんで切れます。なるほど、うん、これはリャンピンがあるので相川に結構切りたくないですけど行きましたね、行きました、はい、マンズもなんかすごい通りましたね、うん、さあまた何何は3枚からですね、はい、チューントントントンは相川の現物の1枚からですね、はい、テンパッと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 高めが1枚、はい、まあ両方1枚です、そうですね、はい、初の暗冠が入ってるのでもう1万2000円確定です。チュンが、お、これは受けるんじゃないですか。あ、でも、ポイントにすると。ポイントにして、ハネマンになりました。はい。ローピンがなくて、9ピンが2枚。あ、そして、水口もテンパイですね、これ。サブロワンテンパイ。これいけますか。すごいことになってますけど、ね。はい。全員テンパイになりますが、でも、高い手っぽい人が2人いるんですよね。はい。いきましたね。はい。自分も勝負手です。はい。はい、1ピンは2枚、チュンが1枚、9ピンが2枚で、サブローワンが、サブローワンが、ローワンアンコで使って、ローワン1枚の3ワン2枚、3枚、3、4、1。おー、詰まった力強い。さあ、白、本一、ドラさん、3000、6000は3100、6100の上がりです。はい、日寄らずにね、攻撃的にいったことがかなりいきましたね。はい。すごいですね、全員テンパイで、すごかった、おやまんとはねまんと、まあ大島だけ安いですけども、まあ、リーチは裏ドラが見えますからね、はい、とリーチピンクドラ1、うん、かなり見応えがある一曲でしたね、うん、はい、まあ、なってくるともう次はねもう神様の目の知る世界ですからね、うん、山の何がいるかはちょっとね、はい、こっちの意思は加えられないですからね、ぶつかり合いでしたね、ぶつかり稽古が終わりましたね、はい、終わりました、はい、スリアルチャンネルをご覧いただきありがとうございます。スリアルチャンネルでは麻雀や人狼の動画をほぼ毎日アップしてます。チャンネル登録はこちらにお願いします。高評価もお待ちしてます。